2でいきます。高槻高校ファーストダウンテン。高槻高校ランニングバック33番北村大河中央へのランプレーで3ヤードのゲイン。タックルしたのは関西学院高等部ディフェンスライン11番川口凛でした。高槻高校2回目の攻撃セカンドダウン7。1回の攻撃に、ね、3ヤードランが確実に出るのであればもう十分と言えます。ショットガンの 2x2。 ここはジフェイクでパスターゲット探すが、パスインコンプリートをパスは不成功です。前パスの不成功でしたのでセカンドダウンの攻撃は終了。ボールは元の位置に戻り、次の攻撃サードダウンの攻撃に変わります。高槻高校サードダウン、ファーストダウン獲得まで残り7ヤード。向こうのレシーバー長打率ですけど縦に並んでるんですかね。あ、スクリーン、おー、鹿島選手、このスクリーンをインコンプリート。あわや、インター仕掛けましたね。高槻高校右サイドへの短いパスを投げました。このパスは関西学院高等部ディフェンスバック17番鹿島善のパスカット。これはびっくりしました。あれ鹿島選手持ってたタッチダウンしかねないですね。高槻高校フォースダウン、17番鹿島善選手、パンターは高槻高等学校の17番藤田光成選手3年生。攻撃権は関西学院高等部です。これは痛いスナップミスですね。高槻高校本館でパントを選択、しかしスナップが大きくそれボールをファンブル。フリーボールとなったボールを抑えましたのは関西学院高等部6番中雄大でしたので攻撃権、関西学院高等部ボールを抑えた時点敵陣ゴール前10ヤードから4回の攻撃開始です。関西学院高等部ファーストダウンゴール2ゴール。ここはファーストの更新はございません。この4回で関西学院得点なるか。クォーターバックは3番片坂井選手に変わっています。31番永井選手がボールを持つ中央付近。関西学院高等部ランニングバック31番永井修のランプレー。再びこの永井選手で押し2ヤードのゲイン。そうですね、ちょっとね、こう空気感に飲まれてしまってる感じがありますよね。セカンドダウン、ゴール2ゴール。前節の海洋さんの時とはちょっと立ち上がり良かったんですけども、少しずつこうリードされてから飲み込まれているような高槻さん、まだそんな焦る時間じゃないのでここを抑えたい。再びツイン、アイフォーメーション、関西学院高等部ランニングバック22番酒井正大のランプレー。22番の酒井正大選手2年生のランプレー。ゲインは1ヤード。タックルしたのは高槻高校ディフェンスライン30番松川大志でした。ゴール前7ヤード。そうですね、関西学院高等部ゴール前7ヤードからサードダウンゴール2ゴール。なんとかキックで抑えたい。ショットガンに変わりました。ここで自らロープキック。
わー、粘りましたね。関西学院高等部、コーターバック3番高坂一郎吾がボールを打って3ヤードのゲイン。できればそこはね、あ、キックになりましたね。関西学院高等部、フォースダウン、ラストダウンです。キックで抑えた、大きいですよ。あとはブロックできるかどうか、そして前節ちょっと中選手のフィールドボールの調子が悪かったので、さあ落ち着いて蹴り込んだが、フィールドボール成功です。これは成功しています。大好き男性学院高等部のトースターはフィールドボールに挑戦。約21ヤードのフィールドボールをキッカー6番中雄大が決め、関西学院高等部第2クォーターに3点追加。ここまでの得点10点です。さあ、そして関西学院高等部のキックからゲームリスタート。リターナーは高槻高等学校は17番の藤田光成選手、そして19番大井翼選手の両名となっております。ただいま得点しました関西学院高等部のキックオフで試合再開です。さあ、その6番中選手のキックからリスタート。中選手は今回はディープだけどもちょっと滞空時間上げてる感じですよ。ああ、もうエンドゾーンの中、ダッチバックです。先ほど得点しました関西学院高等部、キッカー6番中雄大のキックオフで試合再開。このキックは直接エンドゾーンへと入りましたので、これはタッチバックとなります。単純にね、ディフェンスで負けて得点されているのであれば、明らかにディフェンスでタッチバックでしたので、攻撃権高槻高校は自陣25ヤードから攻撃開始です。守りきれているので、うん、全然ね、タキスさん、クォーターバック安藤選手、非常にいいですよね。高槻高校、ファーストダウン10。ああいう細かいですね、スナップミスと、ファンドルだったりとかなければ、まだまだ全然問題ない時間です。さあ、3バイはバザーランディング中央。高槻高校、ランニングバック33番、北村さんが中央へのワンプレー。ゲインは4ヤード、ボールを4ヤード前進させました。セカンドアシックス。高槻高校、2回目の攻撃、セカンドダウン6。やっぱ中央のラン、北村選手のランがちょっとずつ出てきてますよね。さあ、ここでスクリーンプレー、17番西田選手、ちょっとバランスが悪いんですが、大きなゲームを許します。高槻高校、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 ワイドレシーバー17番藤田高生のパスが成功。いいですね、マッチで関西学院のディフェンスバックは18ヤードを前進、ファーストダウン獲得です。高槻高校自陣47ヤードから新たに4回の攻撃開始、ファーストダウン10。アンバランスだな、これ魅力に非常に多いが、今、そしてラストのバランスだ。タックルスは5番石井優れ選手、大きくロスタックル。高槻高校15番ヘルメットです。15番です。高槻高校スペシャルプレーを展開しましたが、関西学院高等部ディフェンスライン52番林幸太郎がタックル。アンバでしたね。11ヤードのロスを奪っています。レフリータイムアウト、水分補給のためのタイムアウトを取ります。さあ、ここで給水のためのレフリータイムアウトが取られております。選手の健康管理のためレフィーによりますウォータータイムアウトが取られます。両チームとも17番の存在感がでかいなと思います。いいですね。こう、先ほどのスペシャルプレーはおそらく第52回関西高等学校アメリカンフットボール選手権大会準決勝、高槻高校対関西学院高等部の試合、ブロッカーの人数を向こう側
バーに増やしたんですね。前半終了までは残り5分9秒です。戻してきているという形ですね。でそこからというような、まさかこう手前側から選手が漏れてくることは想定しなかったんじゃないかなという、水谷選手ね、立命館にもいらっしゃいましたよね。クォータータイムアウト終了、試合再開です。高槻高校セカンドダウン。今もしかしたら皆さん、いや5番だったと思います。さあここはショピッチ、あらゆる形で抜けていく、よく戻しました、大きく戻しました。高槻高校ランニングバック2番遠藤春人のランプレー、2番遠藤春人選手2年生、ゲインは水曜ロー、高槻高校3回目の攻撃、サードダウン、新たな攻撃権獲得のファーストダウン獲得までは残り12ヤードです。まあ、普通常で考えればパスシチュエーション、手前に17番藤田選手がいます。スリーバイランなんで奥に藤田選手がいてもおかしくないんですが、あ、ショピッチ、キャプテン高橋選手を持たせるが掴んで離さない。高槻高校ランニングバック10番高橋航のランプレー、長谷川君高等の92番はゲインは7ヤード。高槻高校ファーストダウン獲得まで7ヤードを残し、ダウンはフォースダウン、ラストダウンです。92番なんですね。さあ、ホースさん、ここでギャンブルを選択、トートガット。さあ、ここで藤田選手にも出せるが、逃がさない、完成だけに。26番、田島一生選手、ここで攻守交代です。先ほどこのスクリーンプレー、高槻高校ゴーストーンの攻撃はプレーを選択、パスを投げましたが関西が先行飛ぶディフェンスバック26番田島一生がタックルし、ファーストダウン獲得にはなりませんでした。4回の攻撃が終了しましたので、ここで攻守交代となります。攻撃権は関西学院高等部、敵陣49ヤードからファーストダウン10。インコンプリート、パスは不成功。関西学院高等部、パスを投げましたが、このパスは高槻高校セーフティー8番中出日向がパスだと。関西学院高等部2回目の攻撃、セカンドダウン10。フェンスバックは詰めなんです。さあ、ここはクォーターバックさんが片世界選手が自らキープ、ブロッカーも使いながら大きく前進。関西学院高等部ファーストダウン、関西学院高等部クォーターバック3番片坂井翔吾、自らボールをキープ。修正力はやっぱり関西学院さん、13ヤードを減しファーストダウン獲得です。関西学院高等部敵陣36ヤードから新たに4回の攻撃開始、ファーストダウン10。タイトマンチですね、手前は3人の Y のレシーバー、三角の体形を取る。そしてその最後に31番中井選手、まだ倒れていない、止まらない、そのまま上げて、どうだ、わずかに止まった。関西学院高等部ファースターを更新しています。関西学院高等部ランニングバック31番中井選手のランプレー、修選手のランプレーを止めました。
ゴール前3ヤードまで33ヤードを走りました。33ヤード前進して、関西学院高等部ゴール前3ヤードから4回の攻撃開始です。ファーストダウン、ゴール中央。またちょっとね、ヘビな体型で多分力で押してくるんですが、タイム期待、反則の発生です。フラッグが出ています。フォルスタートオフェンス5ヤードのバッタリです。攻撃後は関西学院高等部にボディシュースタートの反則、攻撃開始のボールがスナッチされる前に攻撃開始と幕内仕様な動きがあったという反則です。ペナルティは5ヤード、関西学院高等部は5ヤードを抜退しファースダウンをやり直します。関西学院高等部ゴール前8ヤードからファースダウン、ゴール中央。なんとか相手のミスで下がったので、より粘りたいところ、ここで再び31番永井選手のランビエ、関西学院高等部ラインバック31番永井周中央へのランプレー。中央のランプレーでこの反則分の5ヤード戻しました。5ヤードのゲイン、セカンドダウン、2ゴール、関西学院高等部ゴール前3ヤードから2回目の攻撃、セカンドダウン、ゴール中央。さあ、永井選手すごい、一人じゃ止めるの厳しそうというのをね、コメントは言っておりますが、まだその永井選手がフィールド内にいるのがまた怖いところでありますが、粘りたい高槻。また永井選手が持っているがどうだ。僕は関西学院高等部ダッシュ、関西学院高等部セカンドダウンの攻撃、ゴール前3ヤードからランニングバック31番永井周がボールを持ち、エンドゾーンへとボールを持ち込みタッチダウンです。関西学院高等部6点追加、これよりタッチダウンなどのボーナス点に挑戦します。トライフォーポイント、関西学院高等部ドライバーポイントはキッカー6番中雄大のキックが成功し、ポイントアフタータッチダウン、さらに1点を追加。関西学院高等部第2クォーター合計7点を追加し、ここまでの得点17点です。さあ、高槻高等学校が再びキックオフリターンからゲームリスタート、リターナー17番の水田光成選手、そして19番の大翼選手がリターナーに入るもの。そして関西学院高等部が得点しました。関西学院高等部のキックオフで試合再開です。まあ、おそらくですが、中選手からすると遠藤を見れることは容易ですが、あえて浮かしてくるか、あーサイド割るか、反則の発生です。キックオフのアウトオブバウンズの反則です。キックオフのボールが、選手に触れることはサイドラインを割ってはいけないという反則です。キックオフのアウトオブバウンズ、キッキングチーム5ヤード下がってもう一度キックオフを行います。関西学院高等部のキックオフで試合再開でしたが、このキックオフされたボールは誰にも触れられることなく直接サイドラインを割りましたので、これはキックオフのアウトオブバウンズの反則、リターンできないようなボールを蹴ったという反則です。高槻高校は5ヤード下がってキックオフのやり直しを選びました。関西学院高等部5ヤードを抜退しキックオフをやり直します。相手のレッドゾーンで軌道をカバーしようというような作戦でしょうか。あー、これもサイド割りましたね。反則の発生です。おそらくさらに5ヤード下がってこう選択する模様。キックオフのアウトオーバーズ、キッキングチーム
5ヤード下がってもう一度キックオフを行います。男性がピン後頭部のキックオフは再びアウトオブバンズに出まして、キックオフのアウトオブバンズの反則。高槻高校はキックのやり直しを選びました。関西学院高校部5ヤードを抜退してキックオフをやり直します。自陣25ヤードからのキックになります。キッキングシム5ヤード下がってもう一度キックオフを行います。関西学院高等部のキックオフは三度サイドラインを割りまして、キックオフのアウトオブバーンズの反則。高槻高校蹴り直しを選んでおりますので、関西学院高等部さらに5ヤードを抜退しキックオフをやり直します。関西学院高等部キッカー6番中雄大がキックオフしたボールを高槻高校リターナー17番藤田光成が約30ヤードリターン。ボールをリターンした時点自陣40ヤードから高槻高校4回の攻撃開始です。前半終了までは残り1分9秒、高槻高校ファーストダウン10。高槻高校パスの構えからスクランブル。チームタイムアウト。高槻高校前半2回目。高槻高校ここで前半2回目のタイムアウトの要求です。このタイムアウトにより前半終了までの残り時間は1分2秒で止まっています。セカンドダウン8。スリーバイワン。これはパスカット。パスインコンプリートパスは不成功。関西学院高等部、これは21番ですね。21番前藤俊明選手。3年生が高槻高校パスを投げましたが、このパスは関西学院高等部。ラインバッカー21番前藤俊明がパスカット。さんおっしゃる通り前半のうちに1本欲しいですね。さあさん高槻高校サードダウン。ここはオプションピッチやってる。10番高槻高校新たにファ
を選択する。ここは地面にボールを叩きつける。スパイクで時間を止める。高槻高校ボールをスパイク。高槻さんリズムに乗ってきたかもしれません。これはパス不成功となりますのでゲームクロックが止まります。前半終了まで残り41秒。高橋渡る選手のランプレーでファーサーを更新して高槻高校敵陣47ヤードからセカンドダウン10。フラッシュが出ています。あーこれ位置が悪いな。ホールディング、あーホールディングか。10ヤードのバッタリです。攻撃側高槻高校にホールディングの反則、相手の選手をブロックする際にホールドした掴んだという反則です。高槻高校この反則により10ヤードバッタリ。先ほどのプレーは認められません。セカンドダウンの攻撃をやり直します。さあセカンドダウンやり直します。高槻高校セカンドダウン。あ高槻さんここはチームタイムアウト取りましたね。反則で時間が流れる前にチームタイムアウト取りました。チームタイムアウト。高槻高校前半3回目。ここで高槻ラストタイムアウトです。ここで高槻高校は前半3回目、前半最後のタイムアウトを取りました。3つのタイムアウトを使い切りました。まあ、なんとしても1本返したい高槻高等学校。そうですね、ランニングバックのね、スクリーンとかそうですけど、だからランニングバックが残ってたりするからな、関西学院さんもね、その辺は。前半終了まで残り32秒。高槻高校セカンドダウン20。さあ高槻頑張れと、やはりねスクリーンとか出そうやけどな、皆さんここも考えられるんですね。さあ2x2。あーここでサイドスクリーンを選択。17番内田選手倒れないが、これはファーストの投手には至らない。成功。高槻高校クォーターバック4番安藤健太からワイドレシーバー17番藤田康生のパスが成功。9ヤードのゲイン。サードラン11、9ヤード前進しました。パスを取った後サイドラインを出ておりましたのでゲームクロックは止まっています。高槻高校サードダウン、ファーストダウン獲得までは11ヤード。前半終了まで残り24秒。ここでロングパス安藤選手、これはボールがパスインコンプリート、パスは不成功です。パスは不成功。ホースさん、パスが不成功でしたのでボールは元の位置に戻ります。ダウンはフォースダウンです。転がしていく。
後継です。高槻高校フォースダウンはパントより攻撃権を放棄。4回目の攻撃権を放棄し、パントにより陣地を挽回し、攻撃権を相手チームに譲り渡します。パンター17番藤田光成のパントは関西学院後頭部陣地1ヤードでボールデッド。ここで攻守交代です。攻撃権は関西学院後頭部、ゴール前1ヤードからファーストアウト。前半終了まで残り5秒。さあ、まずは中央のランでいく関西学院、フロント勝負では切っているか。第2クォーターが終了いたしました。クォータータイム、前半終了です。第52回関西高等学校アメリカンフットボール選手権大会準決勝、高槻高校対関西学院高等部の試合、前半終了しまして、ここまでの得点、高槻高校0点、関西学院高等部17点です。これより12分間のハーフタイムとなります。さあ、その前にスタッツ見てまいりましょう。まずは、ボールの所有時間は両チーム大きな差はありません、大差ございません、一方で攻撃ヤード数は高槻高等学校は18ヤード、対する関西学院高等部が100ヤード。しかも関西学院高等部この100ヤードはランのみの100ヤードですね。パスは2回しておりますが失敗。さあ、そして高槻さんのランは逆にマイナス28ヤードということで、スタッツでかなり大きな差が出てきました。さあ、後半これをどのようにアジャストしてくるのか、非常に注目のポイントになってきます。